そうしましたら、ただいまから記者会見を始めさせていただきます。はじめに知事よりご説明がございます。知事、よろしくお願いいたします。はい、私からは3点です。まず1点目についてです。1点目はギャンブル等依存症問題啓発月間についてです。まず5月はですね、来月ですけれども、これは大阪府ギャンブル等依存症対策基本条例に基づきまして、ギャンブル等依存症問題啓発月間に指定をしています。ですので、ここで啓発活動を集中して行いたいと思います。府の実態調査におきましては、初めてギャンブル等をした年齢の約9割の方が10代20代と非常に若い年代の方です。ですので、若者を中心とした予防啓発の強化と、そして相談日の拡充、区域全体での広報活動を展開をしていこうというふうに思っています。まず啓発月間における取り組みですけれども、シンポジウムを開催いたします。知ろう、気づこう、依存症、ギャンブル依存症、ギャンブル等依存のことということで、5月19日の日曜日に13時30分から開始をいたします。阪急梅田ホールで行います。阪急梅田の本店の9階の場所をお借りします。ここではですね、トークショーとパネルディスカッションと講演を行います。精神科医の入木先生をファシリテーターといたしまして、パネルディスカッションを等を通じてですね、ギャンブル等依存のことの正しい知識を分かりやすく伝えていこうというふうに考えています。まず声優の方、狩野さん、そして笠間さん、そして俳優の三原さん、この3名の方、こちらの3名の方にご参画をいただきまして、そして入木先生のファシリテーターのもとですね、パネルディスカッション等を実施をいたします。先着定員400名ということで、ぜひこちらの方に応募いただけたらというふうにも思います。申し込みは5月16日木曜日までです。参加費は無料です。主催は大阪府大阪市堺市で行います。また当日の模様につきましては、後日ラジオ関西でも放送する予定にしています。それほど難しいような中身ではなくてですね、非常に分かりやすく伝えていこうということを基本にしていますので、ぜひ本当に10代20代若い方、またこの関心をお持ちの方は気軽にですね、ご参加をいただけたらというふうにも思います。そしてこのギャンブル等依存相談の拡充を行います。この強化月間において、まず土曜相談の開設日を拡充いたします。これ各週実施しているものを毎週土曜日、5月6月は実施をいたします。来所相談は予約制にさせていただきます。またこの5月の土曜相談については、弁護士、司法書士による借金相談についても実施をいたします。場所は日時はこの5月6月の毎週土曜日です。そして時間は9時から17時30分までです。場所は大阪府心の健康相談センターで行います。相談対象ですけども、ギャンブル等による問題でお困りの方であったり、ご家族であったり、相談は無料になっています。大阪府心の健康相談センターが、ここの電話番号が連絡先ですので、こちらの方に予約のまずはご相談の連絡をいただけたらと思います。そしてですね、3つ目ですけども、啓発動画メッセージについて放映掲示をいたします。プロスポーツのホームスタジアムであったり、企業、事業者、大学、市町村等と連携して啓発動画の放映、ポスターの掲示などをこの強化月間に実施をいたします。ちょっと短い動画でシンプルなものなので、少し実際に見ていただけたらと思います。はい、こちらの方ですね、先ほど申し上げた事業者の皆さん、大学、市町村と連携をして放映をしていきます。そしてまたですね、大阪依存症ポータルサイトで SNS 相談等の情報も掲載していますので、もしかして依存症かもと思ったら、一人で悩まずに、またご家族だけでも抱えることなく、まずは相談をしていただけたらと思います。次お願いします。2つ目です。
同じく5月ですけれども、これは孤独・孤立対策強化月間です。孤独や孤立っていうのは人生のあらゆる場面で誰しもが起こりうるものだというふうに思っています。ですので大阪府においては支援を求める声を上げやすい、また声を受け止めていこうと、そして声をかけやすい、この社会の実現を目指して、さまざまな啓発イベントであったり相談窓口の周知等を行っています。集中的に5月に実施をいたします。この強化月間に来る主な取り組みとしまして、啓発イベント、5月、こちら5月4日10時から有尾八尾で、させていただきます。まずですね、ここではやっぱり人と人とのつながりが重要だということで、折り鶴作りのワークショップを行います。人と人とがつながることを祈って、折り鶴をすると、折り鶴を最後糸でつなげてですね、色とりどりの折り鶴ツリーを作っていこうというふうに考えています。またこの折り鶴ツリーについては2025年の大阪・関西万博においても展示をする予定にしています。ですので今回おられた折り鶴も2025年の大阪・関西万博で展示をしようと考えています。この折り鶴ですけれども、まず11時から3部制に3回は行いますけど、ジャンボ折り鶴ということで、75センチ75センチの折り紙でジャンボ折り鶴を作ります。脈々とモズヤンも参加します。ジャンボ折り鶴は今あるかな、ないですかね。さっき見せてもらったな、3つですね、みんなで、協力しながらジャンボ折り鶴を作るということで、こういったジャンボ折り鶴をですね、皆さんと協力しながらまず作っていこうと、これを11時から3部制で行います。すみません、ありますそして、参加いただいた方にですね、みんなで折り鶴万博へということで一緒に折り鶴を作っていこうと、参加していただいた方に折り鶴を作ってもらって、人と人とのつながりを増やしていくと、折り鶴を通じて企業とか団体、地域の皆さんのつながりの輪を広げると、そういった活動をしています。夢友プロジェクト in 門真実行委員会に寄贈します。この夢友プロジェクト in 門真実行委員会ということは、この折り鶴を、折り鶴釣りを作ってさまざまなところで活動をされておられまして、この SDGs で賞を受けたり、さまざまな積極的な活動をしておられます。認知症の方も含めてですね、いろんな方が社会に参画できるようにということで、この門真で折り鶴のプロジェクトをされておられる方々です。今回もですね、ご協力をいただくということになっています。これがその門真のですね、夢友プロジェクトの方からいただいた折り鶴でもあります。そしてポスターラリーということで、会場内のポスターに隠された言葉を集めて合言葉を作ろうということで、これによってですね、先着200名の方にこちらの啓発グッズをプレゼントいたします。ぜひですね、振るってご参画をいただけたらと思います。そしてこの夢友プロジェクト、今回の折り鶴に参加いただける夢友プロジェクトの門真実行委員会ですけれども、こちらはですね、2025年の万博のチームエクスポ2025のプログラムの競争チームチャレンジ、競争チャレンジチームとしても登録をされておられます。そして第5回ジャパン SDGs アワード特別賞も受賞をされておられる方々であります。またこの団体は大阪府孤独孤立対策公民連携プラットフォームの参画団体であります。折り鶴を通じてですね、多くの人と人とのつながりを広めていきたいと、そしてその孤独孤立対策についてですね、いろんな声を受け止める社会なんだということを発信していければなというふうに思っています。そういった啓発活動をこの日行います。また相談窓口としまして、あなたは一人じゃないということで、それぞれの人に合った悩み事をその支援相談窓口をチャットボットで気軽に探せるポイントがありますので、こちらも相談したいという方は活用いただけたらと思います。孤独孤立というのはその背景にさまざまな事情がありますので、一括りにその原因というかそういうものをですね、特定は一律にできるものではないんですけれども、背景にその多様な背景事情がありますので、そういったところからですね、解決の糸口を
しっかり解決していければというふうに思ってますし、まずはつながることが大切だと思ってますので、つながりのきっかけを作っていきたいと思います。次お願いします。あ、すみません、失礼しました。そしてこの折り鶴ですけど、実際に折り鶴を作ってもらった人に、折り鶴釣りを作って押して、そしてこの万博でも展示をします。ちなみに私もこの折り鶴を作りまして、これもちょっと名前も書かせていただきましたけれども、これ実は僕自身が折りました。ちょっと下手くそですけども、まあ下手くそでも全然大丈夫です。折り鶴をみんなで作って、そして折り鶴釣りを作っていこうということで、僕も今回このイベントの折り鶴釣りにこれで参画をしたいというふうに思います。ぜひ多くの皆さんご参加いただけたらと思います。次お願いします。同じくですね、5月は宅地防災月間でもあります。この梅雨の時期に備えた宅地防災月間としまして、崖崩れや土砂の流出による宅地の災害発生を未然に防止する啓発活動に取り組みます。大切な土地を守るためにということで、大雨が降った後水分を多く含んだ土は非常に滑りやすくなります。また災害を引き起こす可能性もあります。皆さん の自宅の擁壁をぜひ確認をいただけたらと思います。これ擁壁なんですけれども、まずご自宅に擁壁はありますかと、そしてその擁壁があったとして、擁壁にひび割れとかたわみはありませんかと、ぜひ確認をしてもらいたいと思います。また降雨時にはその排水施設の水の流れが止まっていませんか、このあたりをぜひチェックしていただきたいと思います。そして擁壁にひび割れがあったり、あるいは、これひび割れでありますけど、ひび割れがあったりたわみなどの異常が見られた場合は、まずはこの住宅を施工した事業者等にですね、ご相談をいただけたらと思います。そして宅地防災の周知啓発ということで、4月30日から5月31日まで大阪府の先島庁舎において、この宅地の被害状況であったり防災のポイントを見ていただく、自己点検の重要性を確認する防災意識の効用というものの写真パネル展を展示をいたします。市町村の広報誌にも21市町で周知をしていきますので、ぜひこちらも機会があれば見ていただけたらと思います。そして5月27日はこれは事業者向けです。防災技術研修会を開催します。5月27日月曜日、大阪府新別館の北館で100名の皆様対象に、この宅地造成の施工方法であったり防災工法であったり砂防森林に関する講義、有識者による宅地防災をに関する講演を行います。これはこの事業者さんであったり、そういった方向けにですね、より安全な宅地防災技術についての研修会を行います。申し込みは5月13日17時までですので、ふるってご応募いただけたらと思います。私からは以上です。ありがとうございました。それでは府政公務に関するご質問をお受けいたします。質問される方は挙手の上、社名とお名前をおっしゃっていただきますようお願いいたします。そうしましたら、幹事社の関西テレビさんお願いします。関西テレビの竹下です。ギャンブル依存症月間について伺いします。大阪府としてはカジノを含む IR を推進される立場かと思いますけれども、そういったところも踏まえながら大阪府としてギャンブル依存症対策に取り組む重要性というのをどう認識していらっしゃるか、知事の所見をお伺いします。まず統合型リゾート IR を誘致をしていたします。またこれについてはそのルールの中で、このカジノというのも厳しいルールの中で行っていくということになります。このカジノも含めて、すでに日本の中には公営ギャンブルがあり、パチンコもあるという中で、やはりその依存症についてあまりまだ知られてないということを広げていきたいと、そして依存症対策については正面から取り組んでいくということが重要だと思っています。また併せて、違法なオンラインギャンブル等もやっぱり問題にされています。こういった違法なルールに基づかないギャンブルはもう犯罪ですので、ここはやっぱり厳しく対応していくべきだというふうに思っていますし、また一方でギャンブルはなくならないとも思っていますので、やはりその特に若い時代からですね、この依存症であったりそのギャンブルとのギャンブル依存症は病気だということも含めて、その予防対策を取っていくということが重要だと思います。大阪府においてはそういった取り組みを、ギャンブル依存症対策の取り組み、これは IR に関わらず今すでにギャンブルがありますから、そういったことも含めて対応を取ってまいりたいというふうに思います。
ありがとうございます。もう1点お伺いします。本日の報道で大阪府立病院機構が運営する病院の中で医師からのパワハラの訴えがあるということで機構の方で第三者委員会を立ち上げてパワハラがあったかどうかの調査を行うというような報道があったと承知しておりますけれども、この件について知事の受け止めをお伺いできますでしょうか。はい、まずこの依存し、パワハラについてはこれあってはならないというふうに思ってますし、そういったハラスメントのない社会というのを目指していくべきだというふうに思っています。まあ、今回この病院機構においては第三者の専門家からなる調査委員会を立ち上げたというふうにも聞いていますので、まあ、しっかりとその第三者の有識者による調査によって事実関係と、そしてまたその調査結果を踏まえた上で病院機構として再発防止に取り組んでもらいたいと思います。ありがとうございました。幹事社からは以上です。他にご質問ございますでしょうか。ただ朝日新聞さんどうぞ。朝日新聞の野平です。昨日ですね、有識者で作る人口戦略会議が2020年から50年までに全国の1729自治体の4割にあたる704自治体で20歳から39歳の女性人口を 50% 以上減少し、いずれ消滅する可能性があるというふうな結果を公表しました。でこれは大阪府内でも12自治体が該当するということですけれども、まずこれに対する受け止めをお願いします。まずこの該当する自治体においてはより子育てしやすい環境、そういったものを子育て施策も含めてですね、個別にも取られていると思いますけど、さらにそこはしっかりと取りながら子育てしやすいその街づくりということが重要だと思います。ただ消滅可能性に指定されてもそれが復活解消というか取り消される場合も、東京の豊島区もその取り消されたという報道がありますし、しっかりと対策を取り組むことで、その消滅都市からのそして消滅都市と言われても脱却するということは可能だと思っています。例えば門真は指定されましたけれども、直近で門真を言いますと子育て施策も非常にしっかりと行われていますし、ララポートができたりいろんなコストコができたりということで社会増減は増に転じたという報告も受けていますので、しっかりと子育て施策であったり街づくりをすることによってこれは脱却することを目指していくということが大切かなと思います。ただそれはですね、結局大きな目で見たときには人口減少社会に今も入っていますので、その一個一個の市町村単位というの努力というのはあると思うんですけど、もう少し大きな目で見る必要の方が大切かなと思っています。つまり今出生率については 1.2 から 1.3 ぐらいで推移をしている、人口はどんどん減少していくという状況です。そして、僕が生まれたのは48年前ですけども、その時は200万人の子どもでしたが、今70万人ですから、もう3分の1ぐらいになっていると。消滅可能性の都市というのはもちろんそういった指定があったとしても、日本全体で考えた時には人口増減とすれば減少していくわけですから、となるとやはりこれ日本全体の問題だろうというふうに思います。だから一個一個の市町が努力することも大切なんですけど、ただその市町の努力だけではどうしようもできないことがやっぱりあって、人口全日本社会全体の、問題なんだろうというふうに思って、問題というかそういう状態なんだろうというふうに思っています。ですのでその中だけでこの町がどうあの町がどうっていうことに、その市町が努力するのは当然あるんですけれども、そこよりも大きなもう少し引いてみたときには日本全体の課題だというふうに思っています。ですのでそれはなぜなんだろうと考えるといろんな理由はあると思いますが、先進国というのは基本的にはやっぱりその出生率が下がってきますのであるんだろうと思いますけれども、僕が思うのはやっぱりもうちょっと政治が次世代の方向に向いたことをやっていくということが重要だろうというふうに思っています。一個一個の施策というのはもちろん子育て施策であったり支援策というのは僕自身も知事としてもうやってますし、大阪の皆さん実際にもう十分知られている中身のことを、これの間もやってきてこれからもやっていくということになるんですけれども、そういった地方の政治レベルをさらにこう
通り越して、まあ、都道府県や市町村のレベルを通り越して日本全体って考えたときに、まあ、国としてどういうふうにこの次世代に向かった政治をしていくのかということが僕は重要なんだと思っています。で、一個一個の政策というよりはやっぱりこれ思想に関することなんかなというふうに思っていて、それぞれ今の自民党の政治っていうのは 僕から見ると目の前の支援者の方を向いた政治をしているというふうにも思っています。つまり業界団体から支援を受け、企業団体献金もやめず、そこからお金と選挙の応援も受け、そして強い結果を残し議席も確保する、まあ、これも一つの民主主義だとは思います。そうするとその業界団体の声というのが政治に反映されるということになると、そして目の前の支援者の声が政治に反映されることになるということだと思います。これも一つの民主主義かもしれませんが、今の先ほど申し上げた人口の減少であったり消滅都市っていうのはその都市の問題というよりも日本全体の問題と考えたときには、もっと次の世代のことを考えた政治をやるべきだと思うし、まあ、そうなってくると、ただそれがなぜできないのかといえば、僕はやっぱりその次の世代が政治的な影響力を持ってないからだというふうにも思っています。本来はそれがなくても政治家というのは未来を見据えた政治やるべきですけど、現在の僕の評価では自公政治はそれやってないと、自公政権においては僕はやってないと思ってます。身近な自分たちを支援してくれる人から票を受け、そしてお金も受け、そういった政治をやってると僕は思っています。でなるとやっぱりその僕らの子どもたちも含めて一票持ってませんから、政治的な影響力がないんだと思うんです。なのでまあこれも言っても難しいのかもしれないけども、僕はもうこういう状況になっていることを考えみると、もう0歳から選挙権を持ってもらうべきだというふうに思っています。つまり0歳から選挙権を持って親が成人になるまで代理行使をするということになると、これは政治的な影響力と冒頭申し上げた部分についてはやはり子どもたちの世代、若い方の世代に向いてくると僕は思います。政治家の行動パターンから考えて、政治家の行動パターンで自分の身分を守りたいって思ってる政治家もやっぱたくさんいて、その身分を守るために身近なところの支援者、業界団体、お金を受けてっていうふうにやってるわけですけれども、その自分の身分というのを実際選挙において政治的な影響力があるのが子どもたちで若い世代だということになってくると、僕は政治家というのはそちらの方向を向いてくるんじゃないかなというふうに思っていますので、ただその0歳児にじゃあ意思はないじゃないかということは当然なるんですけれども、でもそれはやっぱり親、保護者がいるわけですから、そこが選挙権を行使をすると。だから子どもが3人いれば自分の例えば1票、まあ、僕でいくと子ども3人だから僕は4票の影響力があるということになると。でもいやそれってどうなのって言っても、でも子どもたちも同じ日本人なんだから僕は票を持っていいと思うんですよ。将来同じ日本人として生まれ、そして少なくとも僕らよりは長くこの日本において生活をしていくわけだから、日本の未来において決める権利っていうのはあってもいいんじゃないかというふうに思ってますし、これだけ人口少子化の中で町が消滅するような状況において、ね、やっぱり次世代がしっかり頑張れるような政治家がそっちの方を向くような仕組みというのもあってもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。なので僕はもうこの少子化の問題をもう抜本から解決するんだったら0歳児選挙権だというふうに思っています。まあ、賛同してくれる人は少ないと思いますけれど、でも僕は次の世代の方を向いたことを政治家がやる仕組みを考えるべきだというふうに思っています。少なくとも今までできてこなかったわけですから、だからこれから何もしなければおそらく、まあ、どんどん自利品にもなってくるでしょうし、一番まあ被害被るのは次の世代の子供であったり孫なんじゃないかなと。まあ、僕ら世代まではなんとか逃げ切れるかもわからないですけど、人口もまだ多いですし、その先のことを考えていたときには、まあ、その先のことを考えるのが今の政治の責任だと思うんですけど、まあ、これ口で言うのは簡単なんですけど、実際にはそうなってないと僕は思うので、なので政治自体が抜本的に変わらないと、おそらくこの消滅可能都市云々というのも
まあ、あの広がっていくだけだというふうに僕は思います。政治的に抜本的に変える方策何かな、やっぱりこう考えると僕はゼロ歳児選挙権、まあ、そこだろうと、まあ、そこから派生する政治家のいろんな考え方あると思うんですけど、まあ、あのドメイン投票って言ってこれいろんなところで研究もされてるんですけどね、実はあのただ、まあ、なかなかあの採用はされてないところですけど、僕はそういうのも日本によって必要じゃないかなとは思っています。うん、まあ、いずれにしてもあの大阪でも指定され大都市でもやっぱ指定されてくると思いますし、これは全国の問題にもなるだろうと思います。まだあの個々の、うん、それぞれの指定された都市は、まあ、そこから脱却を目指してさらなるあの子育て施策支援策等を、まあ、実際にあのやっていってあの脱却をあの目指してもらえたらと思います。ただ背景にはもっと大きな問題があるというふうに思っています。ありがとうございます。すみません、ちょっと話変わるんですけど、あの3月議会でですね、あの大阪府の基礎自治機能の強化、充実及び強化に関する条例というのが可決されたと思います。その人口減少ですとか、まあ、高齢化がどん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 進んでいきますと、そのまあ住民サービスをどのように維持していくかというのが大きな課題になってくると思います。でこ の, あの条例の中でもその合併ということにもあの言及があると思うんですけれども、あの知事、あの今後そのトップ知事をトップとするその本部を設置するということもあの記されてますけれども、どういうふうにあの議論を進めていきたい考えかというのと、あと、まあ、そのこの中にあるその合併ということについてはあの知事のお考えはいかがですか。あのまず今回条例が制定されましたので、基礎自治機能を強化するための本部会議というものをあの今年度中には当然開催をして、そして基本方針を定めていくということになります。あの大阪のやっぱり自治体においてもやっぱり大都市部でもありますけれども、やっぱりあのどうしても将来人口減、そして住民サービスを維持していく中で技術者等を含めてですね、単体の自治体では難しいというところも出てくると思いますし、まあ、現にそういう状態になりつつあると思っています。なのでそれを防ぐためにまずはその自治体の行財政改革、これやるのは当然だと思います。その上で、広域連携、という方法があろうかと思います。現実に消防なんかについては先日もあの柏原市中心に行われました南大阪の南河内含めたあの新しいあの消防組合ができましたけれども、まあ、ああいった形で、広域連携をしていくというのはこれからの一つ あのキーワードになってくると、大切な視点になってくると思います。まあ、そういったこともそうだし、まあ、その先には合併というのがあのあり得るとは思いますが、ただここは合併ありきではなくて、合併についてはそれぞれのやっぱ市町村があの主体になってやっていくべきだと思ってますし、なんか大阪府が強制するものでも当然ないと思いますし、大阪府はそういった意思をする市町村においてはサポートをしていくという立場だろうというふうに思っています。ですので、まあ、基本的にそういった観点からあの大阪府として基礎自治機能、市町村の基礎自治機能を強化するために何が支援でできるのかというようなことの基本方針をあのこの本部会議で定めていきたいと思っています。他にございますでしょうか。そしたら、産経新聞さん。産経新聞の山本です。あの万博に関連してなんですけども、あの万博の会場予定地で3月下旬に発生したあのガス爆発の事故を受けまして、あの府の教職員組合が先日府教委にあの普段の子どもの招待授業を中止するよう求める申し入れを行いました。この申し入れについてどのように受け止められているのかをお聞かせください。はい、あの申し入れについては真摯に受け止めて、今教育庁でその個別の回答というところについてやっているというふうにも報告を受けています。またあの事故についての原因、それから再発防止策というのは前日協会において発表した通りです。安全にですね、あのこの当然万博を開催するというのは当然のことだと思いますし、これはあの当然多くの方が来られるわけですから、安全に万博を開催するというのはあの必要なことだというふうに思っています。ですので、あの今後こんなあの先日発表されたその事故の原因の発表と、それ再発防止策、それを再発防止策を今後徹底して行っていくということが大切だと思っています。またあのそれ以外でもあの項目があるというふうに聞いてますので、そこはあの教育庁において丁寧に対応していくということが大切だと思います。他にございますでしょうか。そしたら MBS さん。
MBS の清水と申します。先ほどの産経新聞さんの質問に関連してなんですけども、今日この後博覧会協会の方で、日帰り教育旅行の輸送に関する検討会というのが開かれるかと思います。その中で、この教職員組合からの申し入れにも含まれてはいるんですけども、その学校現場の方から、混雑する地下鉄に、子どもたちを乗せて万博会場に連れていくっていうことが、果たして安全にできるのかどうかっていうふうな懸念であったりとか、あとは、バスで行った際に、バスから会場に入るまで少しちょ歩く距離があるというふうなところで、果たして大丈夫なのかっていうふうな声が上がっているっていうふうなところが、組合を通じて学校現場からそういう声が上がっているというふうな話があります。知事としてですね、こうしたその交通的な面側面で、教育旅行っていうのを考えるにあたって、その交通的な側面で、どんな対策を協会に求めていきたいというふうに考えてますか？はい、まずここについては協会と、それから校外学習については我々も旅行事業者に当然委託もしていますから、安全に他の校外学習もそうですけれども、安全に校外学習を実施するということについて協会と、そしてこの委託している事業者と協力しながら進めていってもらいたいと思います。多少どの遠足であったり校外学習であっても、歩くというのはあるわけでもありますし、それがどの程度かということも含めて、そういったことを安全に実施していくということは、ある意味その常識の範囲内でというか、校外学習というのは社外校外で学習するわけですから、そこの、運行であったり、そういった実務的なノウハウについては、そういった旅行事業者とそれから協会が協力しながら、スムーズにできる限りスムーズに行えるようにやってもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと話変わるんですけども、昨日発表のありました大阪モノレールの件、ちょっとお伺いをします。大阪モノレールの延伸が4年ほど延期になるという点、そして事業費も増額になるという点があるんですけども、まずこの事業費の増額について、その延伸されるエリアの沿線自治体である東大阪の野田市長がですね、ちょっと取材をしたところ、東大阪市としてその事業費 その負担額の上限は決めていると。だからいくらいろんな理由があって事業費が増えても、東大阪市の負担は1円も増えることはないというふうな認識というふうに話しておられて、基本的にこの、昨日発表された増額部分というのは、インフラ部分の増額であって、もともとの計画では国、大阪府、沿線自治体が分担して負担をしていくというふうなスキームになっているわけですけども、一方でその増額部分に関しては東大阪市としては上限が決まっているので、これ以上は払うという認識はないというふうな見解を野田市長は示しておられるんですが、改めてこの増額になった部分に関して、誰がどのように負担していくか、知事のお考えを聞かせてください。まずこの、モノレールについての費用負担の基本的な考え方というのはあらかじめ定められています。ですので、それに基づいてこの増額部分については負担をするということになると思います。メインになってくるのは国、そして大阪府だと思います。また大阪府内の自治体、これは大阪市と東大阪市ですけれども、これは事前にルールが定めていまして、で東大阪市については、上限を定めた協定をもうすでに締結、過去も締結しています。ですので、その協定の上限の中で、範囲内ということですか、その上限を超えることは僕はないと思ってます。だってその協定を大阪府と東大阪市が結んでいるんだから、それはそうなると思いますし、また大阪市においてはこの政令市と大阪都道府県ということの関係で、その負担の割合ということも考え方というのを定めていますので、それに基づいて行っていくということになりますが、ほとんどこれがかかっているのは大阪府、大阪市でかかっているところがあまりありませんので、ほぼ大阪府と国が負担をするということになると思います。ありがとうございます。あとはその開業の延期の部分ですね、4年延期されるというふうな点に関しても、野田市長はですね、この4年っていうのをもうちょっと圧縮することはできないのかと、要はその市のそのまちづくり構想に影響が出るっていうことを懸念されての発言なんですけども、この4年をこうもうちょっと短くすることはできないのかっていうふうに野田市長おっしゃるんですが、ここの意見に関しての知事の見解はどういうふうに考えておられますか？僕もモノレールっていうのは早く延伸したいと思ってますし、モノレールが延伸されれば、これは大きな門真から瓜生にかけての街づくりもつながってきますから、大阪府知事としては早くやりたいという思いがあります。それは東大阪市長、野田市長とも同じだと思います。今回おおむね4年の延期となってますので、できるだけ早く僕もやってもらいたいと思います。ただやっぱりこれ工事ですから、
安全な工事をし、そして安全な、まあ、最後これ雨竜洞の駅が今その対象になってるんですけど、一番最終の駅ですけども、最初のこの雨竜洞の駅舎においてやはり安全な工事と、そして安全な、末永く使われる安全な駅舎を作ってもらいたいという思いがありますので、やっぱりそこは安全第一に工事としては進めてもらいたい、まあ、できるだけ早くやってもらいたいのもあるんですけれども、まあ、そこをその実際に分析してですね、このおおむね4年程度の延期が必要だという判断です。これについては大阪府建設事業評価審議会において事業継続の妥当性についても今後審議をしてもらうということになるんですけれども、僕も思いは一日も早くやっぱ開業をしてもらいたいという思いには変わりはありません。でもこれ事故が起きたりしたら大問題になりますよ。そこで大きなやっぱりもうモノレールどころじゃなくなってきますんでね。そしてやっぱり人的被害が出るとこれ大きな問題だし、やっぱり工事っていうのはやっぱり安全にやってもらいたい、安全第一にやってもらいたいというのが僕の基本的な考え方です。一日も早くやってもらいたいのはもう間違いないんですけど、まあ、結局結果この雨竜洞の駅舎のこの基礎工法が変更になってどうしてもこの期間がかかるということですので、もうそこは一日も早く終えてもらいたいですけれども、まず工事安全に完了してもらいたいと思っています。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。そしたら読売新聞さん。読売新聞の山本です。大きく2点ありまして、府立病院機構のですね、パワハラの疑惑に関してなんですけれども、確認になりますが、これはこの、機構の法人の問題ではあるんですが、このパワハラ疑惑の内容については知事は報告をもともと受けていたのか、状況を把握されていたのかという点と、またこれも、ですね、担当知事部局にですね、何か指示を出していることがもしあれば教えていただけますでしょうか。はい、報告は受けています。でこちらから出した指示とすれば、今回やはりその事実関係の調査、そしてハラスメントについての認定、これは公正を期す必要があると考えています。ですのでこの外部有識者による調査委員会を設置をするということを機構において判断されましたから、やはりここはですね、その外部有識者による調査結果を踏まえて、そして適切に病院機構によっては対応してもらいたいという指示を出しました。やはりこの事実関係の認定、事実認定、そしてパワハラの行為認定、ここは公正を期す必要があるというふうに思っていますので、第三者の委員会を設置して改めて調査をするということ、弁護士らも入るということですので、そこでその調査結果に基づいて、まずはその調査を公正にするということと、調査結果に基づいて適正に対応するとすべしということを機構に指示を出しました。このもともと機構の方で内部調査も行ってたみたいなんですけれども、そこのところで不十分な点もあったためですね、今回第三者の調査員の設置に至っていると、この点については知事どのように受け止めていらっしゃいますか。はい、やはりこの病院内部で調査は当然、病院内部で最初調査はしたものの、パワハラの認定もされずにですね、口頭注意ということになったと。ただこれは公益通報もされているわけですから、ここは改めてですね、この内部の調査ではなくて第三者、弁護士も含めた外部による第三者委員会による調査、これが必要なんだろうと思います。で実際に病院機構もそれを設置をして調査をするという判断をされましたので、以後はですね、我々から指示をしているのはやっぱりここの第三者委員会による事実関係の調査を認定、それを踏まえた上で適切に対応してもらいたいという指示を出しています。ありがとうございます。あともう一点なんですけれども、昨日ですね、外国人観光客への徴収金の制度を含めたことを検討するですね、調査検討会議が開かれました。で委員の方々からいろんな意見が出てたというふうに承知しております。でその中でやっぱり指摘の中で あったのも、その宿泊税という制度がある中でですね、例えば観光を大阪府内の観光整備を充実させるですとか、
そういうことをしていくのであれば、あの宿泊税自体の、まあ、税率を増やしてですね、あの、まあ、増やして、その税収というかあの収入を増やすという方法が一番分かりやすいのではないかというご意見もありました。あの改めてなんですけれども、この外国人という点、まあ、宿泊税はあの日本人も含まれるので外国人というところに特化してその別 の, あのやっぱり財源を確保することが必要だというのはあのどういうふうにして考えられたのかというところを伺いたいのと、それを宿泊税の制度で一本化するような考え方ではやっぱりいけないのか、要するに別制度じゃないといけないのか、その点お考え伺いますでしょうか。まずあの宿泊税制度についてはあの昨日 の, あの諮問会議においてこれはあの検討されるというふうになると思います。まあ、本来5年に一度条例上検討するものですけども、コロナ禍において、まあ、コロナあの状況でしたから、まあ、有用なデータが確保できないということで、あのその5年の検討ができませんでしたので、まあ、あの実質的な検討ができませんでしたので、まあ、あの今のこの状態においてさまざまなデータがあのこう確認できるというようなデータに基づいて判断できるこの時期において宿泊税についてはまずはあの判断をしてもらう、まあ、これあの 2点ちょっと諮問をしたんですけども、昨日の会議の通りですが、でもう1点 の, その外国人観光客徴収金の方なんですけれども、あのもちろんこれ宿泊税は日本国民もそしてまあ外国人の方も含めて宿泊された方が対象になるあの税です。であの僕自身の問題意識としたら、おそらく外国人観光客はこれから僕はすごく増えてくると思うんです。非常に少ない状態ではなくて、これからさらに右肩上がりで増えてくるだろうというふうに思っています。まあ、これはあの国の戦略でもありますし、日本というのはもともと魅力の高いところですし、またあの周辺の日本周辺の地域もやっぱりあの国もあの成長してますので、購買力も高くなっている昔よりですね、そしたら日本が高くて生きにくいエリアじゃなくてもうなくなってきているという状況です。この間ベトナムの関係者の人と話したら、もう今はベトナムから日本に来る人と日本からベトナムが行く人と逆転したというふうにも聞いています。あの少し前だったらなかなか考えられない状態になってますけど、おそらくこれは今後さらに大きくなってくるというふうに僕は考えています。まあ、その時にその日本のインフラであったり日本のさまざまな資源というのをあの維持したりあの構成したりしていく時には、やっぱり日本の国民の日本人の税でそれを成り立たせているわけです。でその中で外国人観光客という塊が非常に多くの方がいらっしゃって、やっぱ日本のインフラを使って日本を楽しまれるというのは僕はすごいあのいいことだと思ってるんですけれども、そうなってくるとその数があまりにも多くなってくるのであれば、その外国人観光客というこのカテゴリーにおいてもこれは納税してないというまず前提ですね。納税しないと、あのもちろんその消費したりしたら納税消費税納めたりはあのするけれども、あの免税店とか除いてねやるわけですけれども、基本的にはあの納税をしてないという中で、あの納税者日本人の納税者で作られたこのインフラで日本を楽しまれる、これはいいことだと思うんですが、であるならばやはりそ の, あの母数があの大きくなってきて、来る以上あの一定その大きな金額じゃないにしても、それは100円か200円かあの大きな金額じゃないにしても、やはり一定そのより外国人の観光客の皆さんが快適に過ごすということと、それから地域住民でいろんな問題も起きることあるんですけれども、地域住民の皆さんがあの快適に暮らしていくというこの共存共栄に必要な財源の一部をお願いするべき時代に入ってるんじゃないか、時期に入ってるんじゃないか、状態になってるんじゃないかというのが基本的な考え方です。ですのであの、まあ、宿泊税も当然これは日本人も外国人観光客も宿泊した場合にこの課税されるわけですけれども、そのこれからインバウンドというのをどういうふうに捉えていくのかっていう視点が
国の中で外国人観光客徴収金ということに結びついています。だからインバウンドというのがこれからさらに大きくなってくる。当然オーバーツーリズムの問題なんかも出てくる。そして地域住民との共存の問題も出てくる。そして多くの皆さんが納税することなく日本のインフラを楽しむ、これはいいことだと思うんですけど、であるならば少しだけでもこの負担をお願いをその皆さんに、ね、するというのは僕は日本としてもこれから考えるべき時期にも入ったというふうに思っています。海外にやはり行っても例えば外国人の歴史的な遺産のところに行った時に外国人価格と日本人価格がちょっと違う、市民価格が違うっていうのはまあ普通にある話ですし、日本においてもこれだけ多くの外国人の観光客の方が来て、またオーバーツーリズムの予防対策であったり共存共栄を地域住民の方と図っていくというのは当然やっていくんですけど、それを日本国民の税だけではなくて一部そのインフラを利用される外国人観光客の方にも大きな金額ではないにしても負担をしていただくべきではないかというのが背景の考え方です。ただこれは非常に論点があって課題論点があるというふうに認識もしています。今ここについては先日この諮問会議において専門家の先生方にも入っていただいた会議を立ち上げました。これについてはやはりその先日の会議の通りこれは課題が多くあるんじゃないかという指摘はもうその通りだと思いますし、だからこそ僕は議論を深めていくべきだというふうに思っています。議論せずに何もせずにというよりはもうここはより積極的に深い議論をすべきテーマだろうと僕は思っています。その上で専門家の先生方に答申を求めてますから、より深い議論がこれから始まるんだと思います。その中でこの答申を受けた上でしっかりとして大阪府としての考え方制度設計も行いたいというふうに思っています。ありがとうございます。共同通信の丸田です。今 のインバウンド徴収金の絡みなんですけども、先日、BIE の、ゲル建設事務局長とですね、会談する場があったと思うんですけども、でそこで導入時期について事務局長の方から万博後にしてほしいというような言及がありました。徴収金の考え自体はですね、3月に知事はもう表明されていたと思うんですけども、事務局長との会談の場で、それについてこうやり取りが上がるというのは、それあれはもともと想定されていた QA というかやり取りだったのか、特に調整というか想定はしなく BIE の方から事務局長の方から持ち出されてきたのか、そのあたりを教えていただけますか。はい、想定はしていません。なので事前の調整もしていません。場で BI のケル建設局長から話があったということです。時期については、これだから万博あるなしにかかわらず、先ほど申し上げた通りが趣旨なので、外国人観光客ってやっぱり増えると思うんです。もちろん万博の時は非常に多くさらに増えると思いますけれども、万博は6ヶ月で終了しますが、インバウンドはそれで終了することはないと思ってますから、やっぱり本質的に検討すべき話だと僕は思っていますので、まずこの答申をしっかりと有識者会議の中で検討いただいて、答申が出れば速やかに大阪府として、その制度設計、基本的な考え方を行いたいと、いうふうに思っています。その関係で、答申が出れば速やかにということですが、その BIE 側としては万博前は待ってほしいという注文がありまして、で実際に今この検討会議が始まってですね、こう会議のスケジュール感として、いわゆる万博開幕前に導入するということは今現状というのはどの程度こう現実味があるというふうに考えているんでしょうか。この第三者の有識者の先生方に、これさまざまな論点があってしっかりと検討していくべきという話だと思いますので、それをしっかり検討していただいて、その答申が出る時期というのは別に僕が指定するものではないと思うので、答申が出次第大阪府としての制度設計は考えていきたいと思います。
フリーの木下です。万博 の、 防災について伺います。1月にちょっとお聞きしましたけど、12月に協会が出された防災の基本計画 の、 方向性についてです。あの時まあ、初版ということで、夏に改訂版というか実施計画というのを出されるということで、避難計画の詳細なところはそこで、という話だったと思うんですけども、方向性として今基本計画の中のですね、避難計画、まあ、最終ページにイメージ図があるんですけど、これが会場外への避難の時ですよね、まあ、台風とか地震の時だと思うんですけど、夢島から出て避難する場合はですね、前島と先島に一時避難施設を作って逃がすっていう、そんな形になっていると思うんですけども、その結局その橋とですねトンネルを伝って20万人を逃がす、まあ、ピーク時ですよね、20万人超を逃がすというような話になるかと思うんですけど、非常に無理があると思ってまして、これは改訂版というか夏に出される時はこの方向性も含めて見直しがあるというふうに考えてよいのでしょうか。まあ、基本的には夏により詳細でこの現実的なこの総統対策も含めたこの計画というのを発表する予定ですので、そちらを参照していただけたらと思います。今現実的にそれぞれの部会において防災基本計画をどう防災の計画をどうするかということを今詰めている最中ですから、そちらを参照していただけたらと思います。次ご自身としてはですね、その、まあ、夢島からその、まあ、トンネルと橋を通って20万人を逃がすという、まあ、実現性ですよね、耐震性の部分は一定保たれているという状況のもとだとは思うんですけども、その人数を有効に逃がせるのかというそのあたりについてお考えございますでしょうか。夏にその具体的な計画を出しますけど、今の限りの僕の考え方を教えてくれという質問としてお答えしますけれども、まず台風と大雨というのは予測ができます。かなり高い角度で今の時代気象予測技術が発達していますので、それを予測した対策を取ることになるんだろうと思います。台風が来ると分かっているのに無理に開園する必要はないと思います。予測ができないのがやはり地震だと思います。大地震が起きた時、これはもう誰しも予測はできません。地震の予測はもう無理だと僕は思っています。まあ、いろんな経験がありますけども無理だろうというふうに思っています。であったとした時に、この非常に大きな地震が起きた際にはこれはもちろん夢島だけじゃなくて他も被災することになると思うんですけれども、それを大きな地震じゃなければ問題ないということになりますが、大きな地震が起きたらまあおそらく夢島だけが被災することはありえないので、全体としてやっぱり被災するから大阪全体の被災計画になるというふうに思います。それからその計画もですね、大阪で災害が起きた時どうするかっていう防災計画はあるんですけれども、夢島だけの話じゃないだろう。ただそれを夢島にスポットを当ててみた時にはトンネルと橋というのは耐震がすでに終わっています。耐震化は完了済みです。ですのでこの耐震化が完全に完了した橋とかトンネルがいわゆる崩れ落ちるぐらいの大地震が起きた時にはもう夢島というかもう関西全域今想定しまあもうその夢島だけの問題でも当然ない状態だろうというふうに思います。でまあ、それでも夢島にスポットを当てて見たとき、夢島スポットを当てて見たとき、耐震性はもう橋とトンネルは終えていますから、なので通常で考えるとその橋が落ちたりすることではないけれども、大きな地震があったときっていうのはその橋が見た目崩れてなくても安全に通行できるかっていうのを確認する調査する必要があるんですね。でその調査をした結果安全であると判断したらその橋を使うということになるので、そこにはタイムラグが生じると思います。それが何日数日になるのか何日間かっていうタイムラグが生じる。その間は中に多くの人がいらっしゃったらやはり橋とトンネルを使わずに外に出るというのはもう船しかないし、まあ、能登地震だったら隆起して船も使えなくなったりもしましたから、まあ、そういった意味では
そのチェックにやっぱりあの一定の時間がかかるだろうと、その時間の間あの夢島にいらっしゃる方をどうあのこう支えていくのか、つまりあの例えばの備蓄物資はどうなってるかとか、でこれについてはあの会場内に備蓄倉庫を備える予定にもしています。その備蓄計画というのを立てる、また非常電源というのも備えるようにしていると。なのであのその橋のチェックの一定の期間にあの多くの人が滞留するということを前提にした防災計画が重要だろうとあの思います。まあ、そういったことを具体的にあのよりあの詰めていくということになるとあの思います。なのであの、あの大きそれほど大きな災害が起きたときはもう夢島だけの問題ではないし、大阪全体の防災計画だし、それで夢島だけにやっぱりスポットを当てたときにはやはり島に滞留するっていうことが当然生じると思います。で橋もトンネルも確認のためまだ動けないというあの状態になると思いますから、その状態のときに中にいらっしゃる方を適切にあのこうあの、過ごすことができるように対策を取る、まあ、今でも備蓄倉庫、島の中に備蓄倉庫を置くとか、あるいはその非常電源を置くとか、ああいうことはもうすでに想定をしていますので、あのそういう状況、そういうのを基本的に具体的にやっていくということになります。また夢島というのは大きな地震が起きたときにあの大阪湾内でも津波の可能性はあり得るんですけれども、夢島というのはあの OP10 メートルで作ってますので、つまりあの海面から10メートルの非常に高いところに作ってますから、まあ、その時はあの津波の心配はおそらくはあの大阪の湾岸の内陸部の方がむしろ危険な状態になっている、まあ、そのために僕ら防潮堤の耐震強化してるんですけど、あの、まあ、夢島の問題とすればその夢島に特化した防災計画も具体的に夏にそういうこともいろいろ想定しながら策定をしていこうというふうに考えています。分かりました。そのじゃあイメージ図にこだわらず、その夢島の中でのこう避難ということも含めて、まあ、おっしゃる通り夢島11メートルなんで、前島や先島に逃げるよりむしろ高いところにいるっていうことだと思うんです。だからイメージ図にこだわらずそこを改定していくということでいいでしょうか。まあ、あの改定するかどうかちょっと僕は今判断できないですけれども、あのしっかりとした防災計画を夏に作ります。ありがとうございます。よろしいでしょうか。そうしましたらあのこれをもちまして記者会見の方を終了させていただきます。ありがとうございました。それではマイクを幹事社の方にお返しさせていただきます。ちょっとすみません、2時からあの次の項目があってちょっと手短な答えになれるかもしれませんけど、すみません。あの先ほどおっしゃったゼロ歳児選挙権のお考えは個人のお考えですか、それとも今後日本維新の会のマニフェストに提案していくおつもりあるんでしょうか。あの憲法改正が必要だと思うんですけど、あの日本維新の会のマニフェストに僕は提案したいというふうに思いますよ。あのただまだ合意は何もできてないです。まあ、でも僕ゼロ歳児選挙権で実は前から結構言ってるんですけれども、まだ合意はできているわけではないというふうに思いますけれども、これはもうこういうそっちの社会を僕は目指すべきだというふうに思います。ただこれがマニフェストになるかどうかまでは全然決まってないです。まだ今の段階では僕の考え方です。少なくとも提案はするということですね。党の中で、党の中でしっかり議論してもらいたいと思います。奈良県の山下知事があの5月3日で就任から1年を迎えます。まあ、維新としてですね、あのこの初の公認知事が誕生したその党勢への影響であったりとか、その党としての、 その新しい知事が生まれたことへの影響というのはどういうものがあると考えますか。はい、あのしっかりとこれまでと違う財政改革をきちんと行って、そして財政の立て直しをして、そして次世代に投資をするということを、この、 あの基本的なこう考え方というか、そういった方針で山下さんが選挙で約束したことを僕は今あのいろんなあの賛否両論もある、いろんな人の意見も聞きながらですけども実行されていると思いますから、ぜひあの選挙公約で掲げたことをあのしっかりと進めてもらいたいと思います。そのことでその大阪以外での党勢拡大にまあどういった影響があるとお感じでしょうか。
まあ、党勢拡大は後からついてくるもので、まずは山下さんが公約で掲げたこと、そして山下さんが山下氏が考えているやっぱり価値観であったり政治観というのは僕らやっぱり一致してやってますので、まあ、それを実践して積み重ねていくことが僕は有権者の信頼につながるし、町が変わることにもつながると思います。党勢はもうその結果論だと、結果だと僕は思ってますから、党勢拡大を目的にするよりも約束したことを実行して町を変えていく、ここが非常に重要だし、次世代に投資する、それを実際に実行するというだけじゃなくて、それが重要だと思います。後からついてくるものだと思います。では他に内容です。